台湾 VTuber を目指して配信し始めて5ヶ月が経ちました。その5ヶ月の中で日本の人、台湾の人、マレーシアの人、香港の人、いろんな方が見に来てくださいました。本当にありがとうございます。今回の動画では主に日本人と台湾人のリスナーさんの特徴、違いみたいなのをちょっとお話ししていけたらなと思います。まず一つ目、これは本当に驚いたことなんですけど、台湾人の皆さんはチャンネル登録してくれる数がとっても多いです。高評価を押してくれる数はめちゃくちゃ多い。本当にいつもありがとうございます。ショートの動画とかだと1万いいねも行ったりしてるものもあって、めちゃくちゃびっくりしてます。逆に日本人の視聴者さんは何回か見ててもチャンネル登録せずに見てたりとか、高評価も押さなかったりする人が結構多いんですね。なのでガブを見に来てくれてるみんなは積極的にチャンネル登録してくれたり、いいね押してくれたりして、あ、本当に応援してもらってるんだなっていう実感が持てて、とってもやる気につながってます。2つ目、日本人の場合は言葉がわからなかったりすると結構警戒心を持ちやすいので、あんまり海外の VTuber さんを見ている方は少ないんじゃないかなと思うんですけど、台湾の皆さんは日本人 VTuber を見ている方が本当に多いと感じます。私を見に来てくれるリスナーさんにも多いんですけど、名前のところにファンネームで日本の VTuber さんのファンネームがついてたりとか、あとは中国語を話さない日本語だけの日本人 VTuber の方も見てるよーっていう方が多かったりとか、しかもその日本人 VTuber のことめっちゃ好きっていう方もとっても多くて、これちょっと不思議だなと思ってて、中国語を話さない VTuber さんを見てる時ってどういうところが好きなんだろうっていうのを知りたいので、もしよかったらコメントで教えてくれると嬉しいです。3つ目、ガブを見てくれてる視聴者さんはとにかく褒めてくれる。めちゃくちゃ褒めてくれます。私はいつも配信で中国語を勉強しているんですけど、ちょっと中国語を自分で考えて喋ってみたりとか、ちょっと中国語で喋ってみたりとか、ボポモホを使って入力してみたりすると、みんないつもわーふんりーはいとか、スイラーとか、ティエンツァイとか、めちゃくちゃいつも褒めてくれますよねいつもこんなに私褒めてもらっていいのかなって思うぐらい、たくさんいいよ、上手だよって伝えてくれて、中国語を話す勇気をもらえるし、もっと頑張ろうって思います。もちろん日本人でも台湾人でもいろんなリスナーさんがいらっしゃるとは思うんですけど、ガブを見に来てくれてる皆さんは本当に優しい方が多いと思います。最近知ってくれた方も、デビューの時からずっと応援してくださっている方も、 YouTube の名前のところになんちゃらダンピンって入れてくれてるみんなも、いつも本当にありがとう。5ヶ月経ったけど、まだまだこれからも頑張っていきますので、応援してくれたら嬉しいです。また配信やショートや動画でお会いしましょう。ありがとう。シャツチェーン。バイバーイ。チュ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 。